gonna need a bigger boat. ウォッチモチョジャパンへようこそ。今日は土壇場で変更された映画トップ10をご紹介します。They've recast the role of Marty. They fired Melora and they've hired you.このランキングでは制作中または制作後に大幅な変更を受けた映画を見ていきます。もしこのランキングに入ってほしかったと思う作品があればぜひコメントをお寄せください。第10位、サメを減らす、ジョーズ。ジョーズは大きな影響力を持つ映画でしたが、全く違う映画のように変更されました。大きな理由はアニマトロニクスのサメ。この機械仕掛けのサメがほとんど機能しなかったんです。It was an ingenious new system, but each day something would break and have to be repaired. そのためスティーブン・スピルバーグ監督は撮影方法を見直すことにしました。最終的に彼は余計なものはない方がいいというアプローチを取ったのです。幸いこれは最良の結果となりました。見えないサメと威嚇的な音楽は観客の想像力をかきたて、小道具では表現できないほどの恐怖感を与えてくれました。それでサメが現れれば、煽られた恐怖心のおかげでより怖く。第9位、スピーディーな再デザイン、ソニック・ザ・ムービー。最初のソニックのデザインには多くの反発がありました。ミャオ。どうやら特殊効果チームはテッドシリーズからインスピレーションを得て、ソニックの目の配置や毛並みをアニメよりもリアルにしたようです。Who are you? What are you?I'm a hedgehog. I feel like that's obvious. スタジオも当初ファンからの苦情は予想してはいましたが、万人がこのソニックを拒否したことで慌てることに。監督のジェフ・ファウラーはフルモデルチェンジすることをツイッターで発表します。映画は2019年11月に公開される予定でしたが、変更に合わせて公開を数ヶ月遅らせ2020年2月となりました。ベテランのソニックデザイナーであるタイゾン・ヘッセと500万ドルの予算のおかげで、ソニックは待ち望んだ、そして好評を得た、ちょうどいいタイミングでのリメイクとなりました。第8位、シン・マーティー、バック・トゥ・ザ・フューチャー。このタイムトラベル映画の中でマーティー・マクフライは家族の写真から消えてしまっただけでなく、演じる俳優も消えてしまいました。つまり再キャスト。マイケル・ J ・フォックスはこの役の第一候補ではありましたが、最初に演じた俳優ではありません。映画制作者は当初エリック・ストルツをマーティー役に起用し、彼と1ヶ月以上にわたって撮影を行いました。ストルツの役作りは映画の軽いトーンには合わず、彼は結局映画撮影中に解雇。 He said, I'm so sure that Stoltz is going to be great that if he doesn't work out, you know, you put somebody else in the movie and start all over again. フォックスが役を引き継ぎ、彼のコメディタイミングとキャストとの素晴らしい相性は映画の全てのシーンで発揮されたのです。Doc. Huh? Look me up when you get there. Indeed, I will.この再配役によりマーティー・マクフライは記憶に残る SF の主人公となりました。第7位、ディエゴは死ぬべきだった、アイスエイジ。マンモスのマニーと怠け者のシド、それに人間の赤ちゃんを待ち伏せするように仲間に命じられたサーベルキャットのディエゴ。ディエゴは一行と友情を育み、旅を続けるうちに心変わりしていきます。罪滅ぼしをしようとしたディエゴは群れのリーダーに傷つけられ、マニーとシドから取り残されてしまいます。 Hey, knock it off, Squirt. You gotta be strong. You have to take care of Manfred and Sid.映画では彼は戻ってきますが、本来ディエゴはここで死ぬはずでした。しかし初期の試写会でディエゴの死は子供たちを動揺させてしまいます。そこでディエゴを復活させることにしたのです。メインキャストの一人がいなければ続編の印象は大きく変わってしまったことでしょう。第6位、アラゴルン役の入れ替わり、ロード・オブ・ザ・リング3部作。ロード・オブ・ザ・リングの主要キャストを別の俳優が演じるなんて想像できません。
しかしゴンドールの王位継承者であるアラゴルンは初めからビゴ・モーテンセンが演じていたわけではありません。 This is no mere ranger. He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your allegiance. 最初はスチュアート・タウンゼントでした。彼は他のキャストと共にニュージーランドで数ヶ月間トレーニングを受けました。しかし撮影開始の数日前にタウンゼントは解雇され、代わりにビゴ・モーテンセンが起用されたのです。ピーター・ジャクソン監督はタウンゼントは若すぎて重厚さを表現できないと考えたのです。We had a hiccup in the casting process because another actor had been cast in the role of Aragorn, and we just came to a realization that we had cast the role a little too young. It caused us a lot of headaches. モーテンセンは息子にこの役をやってほしいと言われたため、たった一日で役を引き受けることを決めました。He goes in the woods with the small people. That guy becomes the king. I go, he does? A king? Look. He goes, yeah, you gotta do that. You gotta do that. I'm like, okay. And I'm glad I did, obviously. タウンゼント版もちょっと気になりますね。第5位、銃は剣よりも強し。レイダース、失われたアーク。カイロで声をかけられたインディ・ジョーンズは彼とマリオンを殺そうとする手下たちに襲われます。2人が離れ離れになると、強そうな剣を持った1人が彼に戦いを挑みます。インディは銃を取り出し敵を撃ちます。ハリソン・フォードは早打ちには慣れていましたが、この時は全く違う裏話があったのです。最初のアイデアではインディの鞭と格闘家の剣を使った複雑な決闘になるはずでした。しかしフォードが赤痢にかかって体調を崩し、手の込んだことができなくなったため、即興で変更したのです。 The sequence where Harrison is battling the black swordsman and pulls out the gun and shoots the swordsman was a compromise that I madeOn the day that Harrison wasn't feeling too well. それがインディのベストシーンの一つになりました。第4位、エピローグ、シャイニング。シャイニングはホラー映画の中でも最も象徴的でミステリアスな結末を持つ作品。錯乱したジャック・トランスが家族を追ってオーバールックホテルの迷路を進み、家族は脱出しますが彼は凍死してしまいます。しかしホテルで撮影された彼の不可解な写真は私たちを唖然とさせ、疑問を抱かせます。当初このシーンは病院でのもので、ジャックの家族はそこでジャックの遺体が発見されなかったことを聞かされるはずでした。しかしスタンリー・キューブリック監督はそのシーンに不満を持ち、削除することにしたのです。驚いたことにこの変更はすでに映画館で上映された後に行われました。制作陣にはこのカットを作っている時にジョニー登場とやってほしいものです。Here's Johnny. 第3位、エンディング、アイアムレジェンド。このポストアポカリプス映画ではロバート・ネビル博士が突然変異で吸血鬼になってしまった人々の治療法を見つけるための実験を行っています。 Okay, subject is female, likely 18 to 20 years of age. 劇場版ではネビルが自分を犠牲にして自分が考案した治療法とともに味方を逃がすところで終わっています。On September 9th, 2012, at approximately 8:49 p.m., he discovered that cure. しかしこれは実は別のシーンで、ネビルは突然変異した人間たちがお互いを思いやっており、自分は彼らにとってモンスターなんだと気づくのです。Sorry.彼は最後の被験者を解放し、味方と一緒に去ることを決意します。残念なことに、この道徳的に曖昧で複雑な結末は、テスト観客には受け入れられず、差し替えられました。第2位、マイク・マイヤーズのシュレック。シュレック。シュレックは現代ではミームのような存在になっていますが、オリジナルの映画とキャラクターは本当に素晴らしいもの。その成功の大きな要因は、オーガを演じたマイク・マイヤーズの完璧な演技にあります。Layers!Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers. You get it. We both have layers. この元 SNL の俳優は最初にこの役に起用されたわけではありませんでした。SNL の別の俳優がシュレックに起用されていたのです。クリス・ファーリーは最初にシュレック役に起用され、映画のほとんど全てのセリフを録音していました。
ところがファーリーは収録中に亡くなってしまったのです。制作陣はファーリーで映画を完成させるよりもこの役を再キャストすることを選択しました。 Shrek is a big green disgusting oafish character, which is why I'm sure they cast me. マイヤーズは見事にこの役を演じ切りました。 It's hideous! Oh, that's not very nice. It's just a donkey. 1位の前にランク外になった作品をいくつかご紹介します。ヒュージャックマン、X-Men。 ウルヴァリンは第一候補が負傷した後、撮影の3週間前にキャストされました。ジョンとハンスの出会い、ダイハード。当初、マクレーンはグルーバーと最初の対決まで出会わない予定でした。 I'm John McClane. You're, Clay.1位のご紹介の前に最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。第1位、ベイダーの暴走、ローグワン、スターウォーズストーリー。この一色のスターウォーズアンソロジー映画で最もアイコニックなシーンの一つはラスト近くで起こります。ダース・ベイダーはホラー映画のようにデススターの設計図を船から必死に取り出そうとしている反乱軍の兵士を投げ倒します。ベイダーのパワーと威圧感をこれまでに見たことのないような直感的な方法で表現した素晴らしいシーンです。しかし実は最初から撮影されたシーンではなく、撮り直しの際に追加されたシーンです。We were cutting the film together and my editorJay Bez Olsen, he said, I think you need to see one last moment with Darth Vader. Like, I think he needs to have, like, a badass moment. And we all felt the same way. この言葉のおかげで制作陣は望みを叶えることができました。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてください。チャンネル登録したら通知をオンにして最新動画のお知らせも受け取って。